皆さんこんにちは。チャット GPT ユーザーの作ったオリジナルのチャット GPT である GPTs はすでに300万個を超えていて、オープン AI の公式 GPT ストアでは日々新しい GPTs が追加され盛り上がっています。実はこのストア内にはオープン AI のチャット GPT チームが作った GPTs も公開されており、画像生成から各種ファイルの分析、プログラミングをサポートしてくれるものから昔の GPT-4 を利用できるものまで、公式の GPTs だけあってどれも高品質です。今回の動画では第1章、チャット GPT 公式 GPTs 実用ツール10選、第2章、チャット GPT 公式 GPTs 趣味ツール10選の2章構成で、オープン AI のチャット GPT チームが公式で公開している GPTs の中から仕事などで実用的に使えるものと、プライベートや趣味で使えるものに分けて、全20個の GPTs の概要と使い方を紹介します。それではよろしくお願いします。まず大前提として、 GPT ストアにアクセスしたり GPTs を利用できるのはチャット GPT プラスなどの有料ユーザーのみになります。また GPTs は GPT ストアで検索したり、ランキングに並んでいる GPTs のアイコンを押せば利用できますが、2023年1月に GPTs 機能のアップデートがあり、直近で使った GPTs などをチャット GPT の会話フォームからアットマークで呼び出せるようにもなりました。それらを踏まえ、この章ではオープン AI のチャット GPT チームが作った公式の GPTs の中から仕事などで実用的に使える GPTs を10個紹介します。まず1個目が、テキストファイルや Excel ファイルなどを読み込むと、ファイル内のデータを可視化してくれ、データからグラフなどを作ることのできる GPTs、 データアナリストで、例えばチャット GPT に CSV ファイルを読み込んでファイル分析をお願いすると、CSV の中身を分析してデータを出力してくれ、出力したデータを使ってグラフなどを作ってくれます。複雑なデータファイルでも迅速に分析してデータ出力してくれるので非常に使い勝手がいいです。2個目が、アップロードした文章ファイルや入力した文章に対して適切にフィードバックしてくれる GPTs、 クリエイティブライティングコーチで、例えばチャット GPT に自分で書いた文章のテキストファイルをアップロードして、このテキストファイル内の文章についてフィードバックをお願いしますと入力して送信すると、文章について良かった点と改善したらいい点を適切にアドバイスしてくれます。3個目が、 PDF や Word、 画像などのファイルをアップロードすると、ファイルからテキストを抽出し内容を要約してくれたり、内容についての質問に答えてくれる GPTs、 ドキュメントアシスタントで、例えばチャット GPT に PDF ファイルをアップロードして、この PDF ファイルの内容を要約してくださいと入力して送信すると、 PDF の内容を要約してくれ、その後 PDF 内の質問にも答えてくれます。4個目が、GPT-4 などに実装されているオープン AI の画像生成 AI、 ダリーの GPTs 版ダリーで、チャット GPT にダリー3かどうか質問してみると、ダリー3に似た機能を持つ AI ですと返答が来たので、ダリー3と同じようにテキストから画像を生成できる GPTs だと思われ、人物画像から壁紙、プレゼン用の素材など様々な画像を生成できます。5個目が、テーマやコンセプトに沿った形でプレゼンテーションに使用する画像を生成してくれる GPTs、 ビジュアルデザイナーで、チャット GPT にコンセプトを伝えてプレゼン用のビジュアル素材を作ってもらったり、グラフやチャートなどのアセットを作ってもらうこともできます。6個目が、
ネット接続機能などが実装されていない昔の GPT-4 を利用できる GPTs、チャット GPT クラシックで、最新ニュースなどのリアルタイムの情報には弱いですが、ネットを使わないような日常の疑問などには、最新の GPT-4 よりも高速に回答してくれるようです。7個目が、ネットを検索して、最新のニュースや、特定の製品・サービスなどの最新レビュー情報を取得してくれる GPTs、ウェブブラウザーで、例えば、チャット GPT に、Apple Vision Pro に関して伝えている主なニュースとニュースの要約を作ってくださいと入力して送信すると、Apple の最新デバイス、Apple Vision Pro についての情報を、情報ソース先のリンクとともに出力してくれます。8個目が、パソコンなどのデバイスやアプリケーションなど、最新テクノロジーの問題や疑問に対してアドバイスやサポートしてくれる GPTs、テックサポートアドバイザーで、例えば、チャット GPT に、ステーブルディフュージョンで画像が生成される仕組みを教えてください、と入力して送信すると、有名画像生成 AI、ステーブルディフュージョンで画像が生成される仕組みを詳しく解説してくれます。9個目が、さまざまなプログラミング言語や、開発ツールに関する質問に答えてくれたり、コードレビューや、バグがあった際の原因を説明してくれる GPTs、コーディングアシスタントで、例えば、チャット GPT に、プログラミングコードの入力されたテキストファイルをアップロードして、コードレビューをお願いすると、コードを詳細にレビューしてくれ、問題点と改善点を提示してくれます。10個目が、交渉に関するあらゆる疑問やシナリオに対して、最適なアドバイスをしてくれる GPTs、The Negotiator で、例えば、ビジネスなどで何か交渉事があった際に疑問があった場合、チャット GPT に質問すると、適切なアドバイスを提示してくれ、交渉のシナリオを渡すと、交渉のロールプレイをしてくれます。この章では、OpenAI のチャット GPT チームが作った公式 GPTs の中から、趣味や遊びで使える GPTs を10個紹介します。1個目が、室内植物の選び方、植物への水やりの頻度、肥料の使い方、病気や害虫の対処方法など、植物の世話に関してアドバイスしてくれる GPTs、プランティーで、例えば、チャット GPT に、枯れにくく水をあまりあげなくていい観葉植物を教えてくださいと入力して送信すると、サンスベリアやアロエなど水やりが少なくて済む観葉植物を教えてくれます。2個目が、さまざまなボードゲームやカードゲームについてのルール、セットアップ方法、その他ヒントなどを分かりやすく簡潔に説明してくれる GPTs、 ゲームタイムで、例えばチャット GPT に、マインクラフトに似たボードゲーム、カードゲームがあったら教えてください、と入力して送信すると、マインクラフト系のボードゲームやカードゲームを教えてくれ、ゲームの細かい質問にも答えてくれます。3個目が、入力した質問やアイデアから想像力を駆り立ててくれる、幻想的な画像を生成してくれる GPTs、コズミックドリームで、チャット GPT に何でもいいので質問やアイデアなどの言葉を入力して送信すると、サイケデリックでインスピレーションあふれる反応をテキストで返してくれ、テキストに合わせた独特な画像で答えてくれます。4個目が、衣類の染み抜きや洗濯機の設定、洗濯の際の仕分け方など、洗濯に関するあらゆる疑問に対してアドバイスしてくれる GPTs、ランドリーバディで、例えばチャット GPT に、 T シャツの汗じみはどうやって抜くのが最適ですかと入力して送信すると、 T シャツの汗じみの抜き方を細かく説明し、染み抜きの際の NG 行動まで提示してくれます。5個目が、数学の基本的な概念を教えてくれたり、特定の数学の問題についてステップバイステップで解説してくれたりと、
子どもの数学の宿題をサポートしてくれる GPTs、 マスメンターで、例えばチャット GPT に数学の問題と一緒にステップバイステップで解いてくださいと入力して送信すると、答えだけではなく答えにたどり着くまでの過程まで分かりやすく教えてくれます。6個目がノンアルコールカクテルのレシピ、カスタマイズ方法などを教えてくれる GPTs、 モクテルミクソロジストで、例えばチャット GPT に特定の味や食材などを入力すると、入力内容に合わせてかなり細かくノンアルコールカクテルの作り方を教えてくれます。7個目がネット上で拡散されている面白い動画や画像、いわゆるミームについて解説してくれる GPTs、 ゲンツフォーミームで、例えばチャット GPT にミーム画像をアップロードし、このミームを説明してくださいと入力して送信すると、アップロードしたミーム画像について詳しく解説してくれます。2000年代初頭のかなり古いミーム画像にも対応していました。8個目がリクエストに基づいて子ども向けのシンプルな塗り絵画像を生成してくれる GPTs、 カラーリングブックヒーローで、例えばチャット GPT にいろいろな動物がいる動物園をテーマにした塗り絵画像を作ってくださいと入力して送信すると、塗り絵に入れたい動物やオブジェクトなどを聞いてくるので、その質問に答えていくと要望に沿って塗り絵画像を作ってくれます。9個目が好みやニーズに合わせてレシピを提案し、作り方、完成イメージ画像まで作ってくれる GPTs、 スーシェフで、例えばチャット GPT に卵アレルギーなので卵を使わないホットケーキのレシピを教えてくださいと入力して送信すると、卵を使わないホットケーキのレシピを考えてくれ、作り方やホットケーキの完成イメージ画像を生成してくれます。10個目が既存の画像の色調を調整したり、画像の背景を別の背景に変えたり、画像をアニメ風に変更するなどのエフェクトを加えることのできる GPTs、 ホットモッツで、例えばチャット GPT に人物画像をアップロードし、この写真の背景を海にしてくださいと入力して送信すると、アップロードした画像の背景を海に変更した画像を生成してくれ、さらにアニメ風への変換をお願いすると画像をアニメ風に変換してくれます。以上、第1章と第2章でオープン AI のチャット GPT チームの制作した GPTs を20個紹介しました。画像生成、文章要約、データ分析、コードレビューなどから選択の仕方やノンアルコールカクテルの作り方まで、かなりバラエティに富んだラインナップで、オープン AI の懐の深さを感じることができます。ちなみにチャット GPT チームが作った新しい GPTs は、特に告知なく GPT ストアに定期的に追加されているようなので、今後新しい GPTs が追加されたらこのチャンネルの動画で紹介します。なお、この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは動画の概要欄に貼っています。 AI ツールに興味のある方はぜひ自分の手で試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。